次の駅が、マグラなんですが、舞鶴市です、こちらの方の河川からですね、撮影許可は京都駅でもらってます。でこちらの方から、西舞鶴に降りた時にですね、まあ、河口付近の、ところどこに水門を設置するかと、まあ、乗ってる間に、マグラあたりから、河川の撮影を電車の中からしたいと思います。ずっとほぼなだらかです。まあ、私の予想では西舞鶴市の、日本海のところでですね、1門目を設置して、水を満水にした時に、水位がどのあたりまで来るか、まあ、それを確認してからという形になるかと思います。もう一度、左手の方に河川の方が、来てるようです。水位が両サイドあんまりありませんので、あの水位というよりも高さはですね、で途中から岸壁工事ができてるみたいですので、まあ設置する門の場所ですね、そのあたりが一番最下流のところに1問目をまず先に作ってからの方がいいと思います。高さがあまりないですね。ちょっとそのあたりの工夫を凝らさなかったら、発電量なかなかというものです。もし1問目のところを満水にした時に水位が先ほどの、横のところの、まあ、上の方のところまで水位が来るのであれば、まあ、問題ないかと思うんですが、こちらが河川です。これで、JR から少し離れていきますので、撮影一旦これぐらいにしておきます。 JR の、 あの西舞鶴まで着くまでがすごくエアコンが効いていて、まあ、寒かったぐらいなんですけども、そう出た頃にはあの晴れというこの、まあまあまあこの辺りだけなんですけども、あのまあこれくらい、まあ、天気だいぶ味方してくれてます。二級河川、一冊川でしょうか、まあ、先ほどあの地図でも JR の方も立木という駅、まあ、地図上では滝と表現されてたんですけども、まあ、立木とおっしゃってましたので、まあ、どちらが本当なのかよくわからないという日本語の難しさですね。でこちらの河川なんですけども、あちらにまあ JR が走っていて、もうそこから先がすぐそこは海なんですけども、まああの辺りにも設置ですね、
でもし海水が来ているようだしたら、あの海面の高さに合わせるという形で、まあ調整です。多分あの JR を越えたあたりに門を設置するで多分間違いないと思うんですけど、次のあの電車の時刻等があります。まあ河川の土砂のかき出しとかだいぶ必要です。まあこの辺だと両サイドの堤防の高さが結構あります。で、岸壁工事が全部終わってるのかどうかというところと、あと奥行きですね。ずっとなだらかな河川が続いてましたので、一駅分ほどなんですけども、田舎の方はあの一駅の距離が長いので、まあまあもう少し向こうということもあって、あの満水にしたら多分10キロぐらい先まで水届くんじゃないでしょうか。なんとなくそうですね。あのずっとなだらかな、電車もなだらかな状態でしたので、まあそこまで貯水できたらなかなかの発電は期待できるかと思います。まあただし、まあ、ほぼほぼほとんどの日が、20cm×20cm で、稼働するところがですね、で朝と夕方がメインになってきそうですね。晴れの日は全体的な水量を見ますと。